分かれてるやつ。ももちゃんももちゃんでいいじゃん。うん、うん、ももちゃん、なんかでも今回に限っては緑の方が可愛い気がする。違いね、可愛いけど。じゃあまず水着選ぼう。あ、こういうのこれ、あ、私サイズどれ、いいじゃん、これにします。え、私これにします。え、ももちゃん、これいらないんだって。しかもさ、こうなんだよ、こう目が分かるし、つぶれてさ、こうなるのがさ、透けると恥ずかしいんだよ、男の子になりたくない。頑張って、ちゃんとこうやって止めてる。うん、ピンクじゃん、ももちゃん。ピンク、ピンク、これ、ね、かわいい。シュエー。今から。ルー。来ない、来ない。ということで、今からレッスン探していくんですけど、何のアプリで？ヤフー、グーグル？ヤフー、アプリで、何、マーベルのプールバッグを探していきます。カメラログをしてる？今から、あ、してる。もうこれ、ひげ入ってる。プールって最悪だよね。プールバッグやん。ちゃんとしてし。私もプールか。いちょっとこれ話ちゃんと聞いてくれて。待って、やばいんだけど。何だった？違う。なさすぎ。なさすぎ。そう。え、マーベル。あったんだけど、待って、超かっこいいんだけど。これ見せなさい。見てて、やだ。これ違うんです。え、プールバッグじゃなくてファール探してるの。プールバッグだ。ちょっとそれ置かないよ。バッグになった、これ。あー、かわいい。あ、しかもいい感じ。あ、いいじゃん。え、待って、2点って書いてある。あ、え、うん、2人がカート入れてるんですよ。あ、やばいじゃん。今見てる。いや、ちょっとじゃあバッグからちょっと探そう。あと基本バッグなのかバッグなのかちょっとよくわかんないですよね。うわっ、トモ、これにする。うん、新しくちょっといて。よし、気持ちいい。次、タオルを探していきたいと。あいねー、待って、マジ言うな。これは一体どこだろう。画像が見てんだけどさ、なんかよくわかんなくて、どこ超いいのがある。ミルクうまい。うん、頭につける。頭タオル。うーの、ちょっと待って、これにしよっかな。やっぱこれ、私スパイダーマンあんま好きじゃないね。ただマーベルが好きなだけなんだよ。ピーにつけて、これだけで美味しくなったら、やーく、はっくー、どうですか、いただきます。うーん、こんな感じです。プールの、ゲーデンダル。全然ちょっとおかしくない？プールって聞いて見てる。おかしくない？なんでちょっと待って。え、プールのキャップって書いてあるんだけど、え、なんでそれキャップが出てくるの？ちょっと意味が分かるんですよ。ちゃんと読んでるから、ちょっと意味不明なんですけど。プールの頭、まさかないの？どうしよう。もも気持ちいいよね。って言われる。プール、え、もっといいのがないんだけど、ちょっと待って。普通の帽子しか出てこない。これ気持ちすぎる。ちょっと待って、ないじゃん。ちょっと回ってあげますか。いや、すごいのものっぽいんだけど、
ないですね。ママ！ママ！どうしても。あ、間違えた、部屋間違えた今。どうしてもあのキャップがない。え？キャップって。あ、ないよ。頭のキャップってやられてんのにさ、すぐ帽子出てくるの。あのさ、あのね、こういうのは怒り狂って言った。これマーベルのプ、マーベルプールの頭キャップ出るわけない。どうぞ出る、どうぞ。まず、待ってさ、マーベルのプールのボン。あのさ多分みんな持ってくると思うんですけど、私は持ってきません。ないんで。目つき悪い。やってるよ。カエルの歌だね。歌ったんだね。聞こえてくるよ。ガガガガ。ヨケロケロケロガガ。ゼン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 。私この北斗くん出てないんだよ。あ、そうだ、もーちゃん、ママさん、もーちゃんということで、キャップ、あのタオルキャップ服、ない。じゃあ後で、タオルと、カバンも決めたので、次は探したいなと思います。ということで、バイバーイ。